ISS 国際宇宙ステーションで日本人初の船長を務めた宇宙飛行士の若田光一さんがまもなく半年ぶりに地球に帰還します。地平線が広がるカザフスタの草原です。若田さんの帰還カプセルはこの上空から降下するということで現在たくさんの報道陣や関係者が集まっています。若田さんとアメリカ・ロシアの宇宙飛行士3人は ソユーズ宇宙船の基幹カプセルに乗り込み日本時間のけさ4時過ぎにハッチが閉められましたソユーズはこの後7時半過ぎに ISS から切り離されて軌道を離脱し大気圏に突入します突入後は高度およそ10キロでパラシュートを開いて降下し午前11時ごろには中央アジアカザフスタンの草原に着陸する予定です若田さんの宇宙滞在は188日間に及び 日本人宇宙飛行士の1回の飛行としては最長となります。